ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、聞いて、どうしたんだ？そんなに鼻息を荒くして。さっき小さい女の子が、妹っぽい子の手を引いて歩いていたの。仲の良い姉妹って感じだな。そうなの。こういう子たちって、大人になってもずっと仲が良いんでしょうね。それはどうかな。だって血の繋がった姉妹だったら、ずっと仲良しじゃないの？ずっと仲が良い姉妹、兄弟ももちろんいると思うがそうじゃないこともあるってことだ。まさか今回の事件は、兄弟や姉妹に関係するの？そうなんだぜ。同居中の姉が気づいたら白骨化していた事件を知っているか？何それ？知らないわ。教えて教えてー。よし、それじゃあ詳しく説明していくぜ。この事件は、夏を思わせる暑い日が続いていた中、2017年5月19日午前5時56分に、警視庁に姉が2階の部屋で白骨化していますと110番通報があったんだ。通報の内容が、非日常で凄まじいわね。この事件の現場は、東京都台東区東上野の木造瓦葺き2階建て住居で、通報者は、この家に住む歯科医院勤務の次女当時50歳だったんだぜ。どういうこと？異臭が気になって2階に上がってみたら、布団の中に、一部白骨化した、姉の N 子さん当時55歳が横たわっていたんだ。一緒に住んでいる家族だったのよね。そうだぜ。身元の確認や、死因なども調べたんだが、頭蓋骨と足の骨が、剥き出しになるほど腐敗は進んでいた。目立つ傷がないことから、事件性はないと見ているようだと、全国識者が言っていたようだぜ。その家には、姉妹の二人暮らしだったの？この家には、年長順に長男59歳、長女の N 子さん、次女の3人暮らしなんだ。両親はすでに亡くなっているぜ。軽米で暮らしていたのね。でも、3人で暮らしてたのに、お姉さんが白骨化するまで、気づかないってことがあるのかしら。長男と次女は、4月頃異臭に気づき部屋を掃除しないといけないねなどと話していた。それから N 子さんを1年以上見ていない、家から出て行ったと思っていた。という風に、記者に話していたそうだ。出て行ったと思ってたって、確認とかしないのも不思議な話よね。それじゃあ、軽米のこれまでと両親について説明していくぜ。3軽米の両親は、活版印刷の円盤を製造する仕事をしていたんだ。父親は特に職人かたぎだったそうだぜ。じゃあ、子供に対しても結構厳しい、頑固な感じだったのかな。いや、それが父親は3軽米のことは、かなり可愛がっていて、休みの日には、よく、ドライブなんかにも連れて行ってくれたらしい。仕事にはストイックで、子供たちには優しいなんて素敵なお父さんね。三兄妹の子供時代は、それぞれとてもおとなしい子供だったそうだ。長女の N 子さんはおとなしかったが、友人を家に連れてきたり、人形遊びをしたりしていたんだぜ。母親も長女の友人に、丁寧におもてなしをしていたらしい。お母さんも長女も、穏やかな感じね。次女はおとなしいながらも、甘えん坊だったそうだ。そして、そんな甘えん坊な事情、長女はよく面倒を見ていたそうだぜ。仲良し姉妹って感じね。大きくなって、長女は農家の息子と結婚して、実家を離れ市営住宅で暮らしていたんだ。そこでは夫と、猫5、6匹と生活していたという話だ。平凡だけど幸せに暮らしていたのね。長女が実家を離れた頃、長男も一人暮らしを始めたんだ。あら、ここで3兄妹がバラバラになったのね。そうだな。次女は歯科医院勤務を始め、そのまま実家に住んでいたんだぜ。じゃあ実家には、両親と次女のみになったのね。その後しばらくして、父親は他界。実家は母親と次女で暮らすことになったんだ。だがそこで、長女が離婚をして実家に帰ってくるんだぜ。どうして離婚しちゃったの？離婚をした経緯はわかっていないんだ。それじゃあ、実家で3人暮らしになったのね。いや、4人だぜ。ちょうどその時期、長男は仕事を退職し実家に帰ってきたんだ。あら、偶然タイミングまで一緒だったのね。でも、もともと仲が良かった家族だし、問題はなさそうな感じね。ところが、そういうわけにはいかなかったんだ。再び実家に集結した三兄妹だったが、子供の頃とは違って問題があったんだ。実家に帰ってきた長男と長女は、一向に働く素振りを見せなかったんだ。それって、ニートだったってこと？そういうことだな。子供の頃は収入なんて関係ないが、大人になると収入がないってことは、かなり変わってくるぜ。長男と長女がニートってことは、生活はどうやってしていっていたの？それは母親と次女が働いて生計を立てていたんだ。だが母親が病死してしまうと、次女の稼ぎだけが頼りとなったんだぜ。お母さんは、ご病気で亡くなってしまったのね。近くに住む女性の話ではお母さんが亡くなった時、ご自宅に線香をあげに行ったら、
妹さんは、お兄ちゃんとお姉ちゃんの分まで稼がないといけないから、食費や生活費も、大変なのよと言っていました。仕事から帰っても二人とも罰が悪いのか、バーッと2階に、上がっちゃうんだって。妹さんは本当によく頑張っています。と話していたそうだ。仕事をしてない後ろめたさがあるのかもだけど、それでも働こうとしないなんて驚きよ。子供の頃は幸せな5人家族だったし、職人肌の父親の運転で、七福神巡りのドライブをしたり、近くの上野動物園に行ったりと、家族仲も良かったらしい。改めて聞くと、本当に幸せな家庭だったのね。そんな家族を知る、長女 N 子さんの幼馴染がこう語っていたぜ。小学生の時、リカちゃん人形で遊んだり、おままごとをして遊びました。N ちゃんの家に行くと、いらっしゃいと母親がクッキーや、カルピスを出してくれた。N ちゃんは、親におもちゃをねだる子ではなく、甘えん坊だった妹さんの面倒も、よく見ていました。と話していたそうだ。この幼馴染さんは、ずっと N 子さんと仲良くしていたの？別々の中学に進んで、疎遠になっていたそうだぜ。だが十数年経った時、N 子さんが突然、自宅を訪ねてきたそうだ。急にどうしたのかしら。私が子供を産んだことを知り、手作りの育児バッグを持ってきてくれたんです。N ちゃんは、小平市の農家の息子さんと結婚し、市営住宅で拾った猫を6匹と暮らしていました。つつましい生活でしたが、楽しそうでした。どうしてこんなことに、と言葉を詰まらせていたらしい。子供の頃から知っていた幼馴染だもんね。悲しさは計り知れないわ。実は N 子さんは近所では有名な、騒音に敏感なクレーマーだったんだ。子供の頃はおとなしい子だったって話だったのに。近所に住む70代の女性の話では、路上で工事業者を大声で怒鳴りつけていました。音がうるさいとか、工事の話は聞いていない、と。喧嘩越しで、パトカーが出動する騒ぎもあった。と、目撃談を話していたんだぜ。怖すぎる。近所の住民が見ていてもお構いなしで、N 子さんを幼少期からよく知っている年配の女性が、なだめようとするとそういう問題じゃないと、腕組みして仁王立ちして言い放ったそうだ。他にも若いお母さんに子供の泣き声がうるさい。虐待してるんじゃないかと突っかかったり、自宅そばの電柱に、防犯カメラを設置する工事では家の中を見張られているようで気分が悪い。許可なく工事するなと一喝し、あまりの剣幕に工事は一時中止されたということもあったそうだ。こういうおばさんが近所にいると、普通に生活するのにもビクビクしちゃいそう。ところがだ、仕切り直しの防犯カメラ設置工事では何もクレームをつけなかったという話もあるんだ。この二度目の工事は、2016年末から2017年にかけて行われたといい、すでにこの頃 N 子さんは自室で亡くなっていた可能性がある、と言われているんだぜ。確かに騒音に敏感って言うなら、二度目の工事も絶対起こりそうなものよね。でも、そんなにご近所でトラブル起こしてたら、他の家族に迷惑がかかるとか思わないものなの？それが、N 子さんがトラブルを起こした後は、次女が近所を一軒ずつ回って、泣きながらすみませんと謝っていたというぜ。生活の面倒も見て、トラブルを起こした尻拭いもやってたってこと？しかも N 子さんは家の中でも、大声ではめき散らかすようになっていったそうだ。その声は周囲の住宅にまで届くほどで、これまた近所で有名になってしまうんだぜ。これでまた、次女が謝罪して回ったと思うと、その苦労に涙が止まらないわ。2階の部屋を長男長女が使っていたため、次女は1階のリビングで生活をしていて、路上で転倒した高齢女性を助け、救急車を呼んだこともあるそうだから。次女は人間として、とてもできた女性だったみたいだな。とてもいい人なのはよくわかるけど、軽米の分を頑張って稼いできているのに、部屋もなくリビングで生活してたって、なんだか聞いてるこっちが悲しくなってくるわ。だが、これほど評判がいい女性が、なぜ身内の死に長期間気づかなかったのか不思議だよな。よく聞くような、N 子さんの部屋に鍵がかかっていて、みたいな感じとか？それが3軽米の家は、築57年の古いタイプの家で、N 子さんの部屋には鍵はかからないんだ。それに生活空間が別でも、2階で物音がしなければ様子を見に行ったりするのは普通のことじゃないか？確かにそうよね。どうしたのかしら？とある雑誌社が、お姉さんとはどのくらい会ってなかったんですか？と聞いても、あ、はい。すいません。そういうのは対応してないので、ごめんなさいと言い、さらに記者が、普段から会話がなかったんですか？と聞いてもすいません。ごめんなさいと、何を聞いても、そう繰り返すだけだったそうだ。実際会話とかが普段からあれば、N 子さんに何かあってもわかるはずよね。なんだか怪しい気がしちゃうわ。霊夢のように、何かおかしいと思う住民はそこそこいたようだぜ。だって人が死んだ時に出る、
腐敗臭って凄まじい匂いっていうじゃない？最近臭いね、掃除しないとねえなんて言っていられるようなものじゃないような気がするわ。そんな中、興味を惹かれる話が出てきたんだ。実は、N 子さん宅を含めた住宅街の一角では、マンション建設計画が進んでいたそうだぜ。そして、不動産業者によって対象世帯への説明も終わっていて、これから条件交渉が、始まるといった矢先だったそうだ。なんかタイミングが良すぎじゃない？だよな。借地である N 子さん宅は、土地の所有権移転が4日前にあったばかりだったんだ。これには地元の男性も随分タイミングよく遺体が見つかった。立ち退きに同意して、解体作業が始まれば、遺体は見つかるし、一件だけ反対すれば不審に思われると話しているんだぜ。そう考えると、やっぱり N 子さんの死には気づいていたんじゃないかしら。ねえ、もしも家族が衰弱してるのがわかってるのに、対処しなかった場合は罪になるの？もちろん罪になるぜ。同居する家族が衰弱していった場合、それに気づきながら放置すると、保護責任者遺棄罪が成立する可能性があるんだ。もし死んでしまうと、保護責任者遺棄致死罪になるんだ。それって、年下の兄弟、姉妹でも保護責任者になるの？もちろんそうだぜ。ただし、衰弱に気づいていなかった場合は、罪に問われないんだ。じゃあ、もし死んでいた場合って、その場合は、自分のテリトリー内で死体を見つけて警察官に連絡をしないと、軽犯罪法に触れるんだぜ。上限は30日未満の拘留、もしくは1万円未満の罰金になるな。見つけてすぐに通報していれば、もちろん法に触れないんだぜ。放置しても、思ったより重い罪にならないのは、納得がいかない気がするわ。N 子さんの住む住宅は、JR 上野駅から東に約600メートルの住宅街だったんだ。離婚をし、実家に帰ってきた N 子さんだったが、トラブルを起こしたりはしているものの、引きこもりのようになっていたそうだぜ。引きこもりって、どうしても若い子のイメージが強いけど、最近は50代の引きこもりも多いって聞くわね。高齢の両親が、中年の子供の面倒を見るという、何とも言えない事態が増えているらしいな。N 子さんも引きこもっていたらしいんだが、次女は遺体発見時に、姉は部屋に引きこもっていて、私も兄も2年以上姿を見ていないと話していたそうだ。また、とある新聞では姉は外出していると思っていたともあったんだ。なんか、そういうのを聞くと、家族に対してちょっと無関心すぎない？外出してるかどうかはっきりしてないし、部屋を訪ねて確認したりしないのかしら。普通は、部屋を見に行ったり声をかけたり、確認すると思うんだがな。そういう、ある意味家族にも無関心というのは現代の闇を感じるところでもあるぜ。近所の人はどう思っていたの？ N 子さんの家の近くに住む女性はあの家の長女はしばらく見かけていない。病気で家に、引きこもっているみたいだったと話していたそうだ。それでも、家族が気づかないってなんだかモヤモヤしちゃうわね。確かにな。だが捜査の結果としては、次女と長男は N 子さんの死亡に気づいていなかったとして、処理されているんだ。一緒に住んでる家族が、そこにいるかいないのか、何年も気づかないっていうことが、一番怖い事件ね。そうだよな。家族にも他人にも無関心であることはとても悲しいし寂しいと思うぜ。同居の家族の姿を、しばらく見かけなかったら、何かしらのアクションをしないと、こういう、後悔しきれないような事件になってしまうかもしれないわね。過干渉はしなくてもいいとは思うが、大切な家族とコミュニケーションは取っていってほしいぜ。そうね。私も久しぶりに電話でもしようかな。ということでこのチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後、このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。